2021年、2月14日ですね。で、昨日のね、11時頃、地震があったんですけど、やっぱね、倒れてますよ、ほら。こんな感じで。ま、あ、これどこにやつだ。あ、最悪だな。こんな感じでね、倒れてますよ、いろいろ。まだでも救われたのが、この辺がね、全然倒れてなかった。多分。倒れてない。寒い。倒れてないですね。ね、ほんとでもすごくでかくてね、最初はそんなに、あれ、地震来たなーって感じで、ね、様子見て、その後ね、どんどんでかくなってね。ちょっと直すか。7時ぴったりね、ダードローさんが到着ですよ。おはようございます。おはようございます。いやー、参ったね、昨日の地震で。参りましたね、今。はい、慌てて自分の部屋見ましたよ。はい。ぴったり。7時、寝坊しないですね。6時3分前行動、うん。絶対寝坊すると思ったんだけどね。よかった。お久しぶりです。お久しぶりです。じゃあ、行きますか。はい。今、量産地向かってまーす。お久しぶりです。お久しぶりですが、もう今年初めてです、ね。そうですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあどうぞどうぞどうぞ。ようこそクラウドロゴへ。おはようございます。ああ、おはようございます。今年もよろしくお願いします。よさきた。よいしょ。じゃあいいですか。あ、ライターあった、ライター。ライター発見した。また車増えた。増えましたね。はい、皆さんおはようございます。2月14日、バレンタインデーでおっさん3人が集まってます。モテない男チョコレートください。チョコレートください。おめえだかくれっていう風に言われますからね。今日はね、ちょっと前からね、予定をしていて、ここに行きたいなっていうところに行こうと思ってるんですけど、はい、まさかのね、昨日の地震で。まさかね、昨日でかかったっすね。でかくてね、いろいろ皆さんね、コレクションがあると思うんですけども、はい、ね、いろいろ修復とか大変でしたよね。大変でしたよ、本当に。DVD は崩れてね。うん、何の DVD ですかね。それはちょっとノーコメントですけど、DVD が崩れてやばい、やばになってて、その下にアイロンが、オンラって焦げ臭くて、なんか焦げ臭いなと思ったら、ね、アイロンが、燃えかかったんですよ、ね。火事一歩前ですね。火事一歩手前だった。本当良かったですね。やばかったっす、ね。うん。本当ね、危険なことがないようにね、今日はね。はい。行ってみましょう。はい。今日も行ってみましょう。よろしくお願いします。お願いします。とりあえずね、セブンイレブンに迷って、この持ってなかった64を手に入れました。あの二人は何パンだろうね。マリオのもいいけど、うん、マリオメロンパン迷ったんだけど、りょうさん、ヨッシーのメロンパ ン。俺これあのカステラさんとこれなんか懐かしくないですか。まあカステラって自体がね懐かしい。これでもよく昔買わなかったこういうのこれ、うんうんうん、だけどさ俺の場合はこのここいらないんだよねこれね。え、贅沢なことやるの。これいらない。これ食う。だね、どういうことですか。いや、これあの俺はこの部分しか食べないんですよ。うん、真ん中だけを。そう、真ん中だけしか食べない。もったいないですか、うん、もったいないよね。じゃあこれ食べるよ。あ、いらない。皆さんは大丈夫。いや、いいです。俺食えねえのか。口もつけてないのにね。口もつけてないのに食えねえのか。ジョーさんに、はい、T シャツを持ってきましたよ。まあ、何それ。すいません、 T シャツ。これ誰なの。麻婆さんなの。そうそうそう、ジョーさんじゃないの。麻婆さんの、うん、麻婆さんっていう、そうそう、まあキャラクターを、そうそうそう、架空のキャラを作ったんですけど、あんまり言えないですけど、ね、なんかいろんなのがこうついてるんですよね。ヘッドロココみたいな感じな。そう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 。いろんなの、そうそう。そうなんですよ。で、靴の色がこれなんで、うん、ポンピフューリーのインスタのやつ履いてるのかなと思って、そういうわけじゃないです。そういうわけでもないですね。これは誰がデザインしてくれたんですか。いや、これ自分で麻婆さんがデザインしたんです。自分デザインしたんです。そうそうそう。すげえ。そうなんですよね。うまいね。これあとおまけのシールです。あ、シール多いんですか。シールです。ありがとうございます。あ、これ。釜飯 DJ。来ましたよ。来ました。釜飯 DJ プラウドローが。この人です、プラウドローで。はい。この中いろいろあります、ね。そうですね。それもミックスさせたやつですね。これは麻婆牛乳。これ牛乳の瓶の。そう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 。牛乳の瓶の横に貼るとちょうどいいっていう。ああ、なるほど。そうですね。そういうデザインにしたんですけど。まあ、で、これ一応ローさんにも入る。はいはい、
やりました。プレゼントです。楽しいで、これ良くないですか、これ。これね、ビックリマンサイズにね、うん、あの計算して作ったんですよ。いいでしょ。いいね、これいいですね。なんかね、こういう子供、子供っぽいね、なんかそういうのを作りたかった。こういうのね、なんか、なんかこうファイルに閉じたくなるよね。そう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 。一緒に入れときます。こうやってね。そうそうそう。ビックリマンのやつ。あとどうさん、これ名刺新しく作った。まあこれ、マーボー、マーボーチャンネルのこのね、そうそうそう、六四風な感じ。そうそう。QR 入れ込んだんですよ。うん、素晴らしい。これもね、名刺この間作ったばかりで、でジョーさんにも、はい、名刺ありがとうございます。すごい。いただきました。はい。遊び心満載ですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これ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 。例えば、トイショップ上田さん、ね、月をこれです。これが、トイショップ上田さん、タイガーマスク。そう、ここすごいのが2階見てください。2階、うわ、ウルトラマンがいる。そう、ウルトラマンがいるんですよ。すごい。これね、あ、ここ駐車場、あ、こっちセブンが、セブンがいる。ウルトラマンセブン、どうさん。あ、この看板がまたいいですね。味があります。こっちにもウルトラマンがいる。いやね、ここすごい。これ。すっげえ。カセットビジョン登ってみよう。すごいこれ。アイディアンツェとか。何？ほら、ディスクシステムの。うん、だって、いや、スーパーカセットビジョンが残ってるだけですごいですよ。うん、そうそうそう。スパカスね、こっちにもありますからね。いや、すごいですよ。このね、当時で、このね、VHS 持ってた、これ。VHS、これ、ビックリマン？そう、ビックリマン。うわ、すげえ。ね、こんな時に来ちゃって申し訳ないですけど、いやいや本当に申し訳ないです。本当にいっぱい写真撮っていっぱい買っててください。これアップしても大丈夫ですか、ネットに。ああ、ありがとうございます。よかった。多分みんな、やばいよね、興奮するよね。エポックのやつとかもね、焼きそばもありますよ、UFO。そのトランシーバーもそのなんか種類があるんですよね。あ、これ多いですよね、種類がね。うん、これ全部多い。すごい、この辺なんだろう、そのトナスコーマーの、あれ VHS ですか、それともゲームですかね。ビデオコレクションってなんだろう。ビデオなんですか、ね、あとね、そっちにね、電子ゲームもありましたよ。あ、こっちつまり、これあれじゃないの、あ、ドルアンガのゲームボーイこれこっちスペースコブラ、うん、とジョイフルゲームですね、バンダイ、あとアストロスターですね。ね、うん、あとカード&デジタル、こうやってジャンボ付きでちゃんとさ残ってる。あとミラクル7、バトリンギャラクシーが何気にこの怒っちゃったんですけど、スーパーカセットビジョンのあれが入り口の洗礼を受けてさ、こんなにでね、レアなミニカーもこれありますよ。りょうさんありますよ。そうなんですよね、ミニカーあのさ、圧倒されちゃって、これは不思議なんですか。これそれはまた圧倒されちゃうよね。私のとまた違う。あ、違う。圧倒されちゃう。これ博物館じゃないですよ、おもちゃ屋さんですからね。もう博物館もこれ、ね、博物館級のおもちゃが眠ってます。これアマチュマリンのやつとかもありますよ。すごい古いんだけど。年代物がすごいあるよね。うわ、これショーケース倒れちゃってる。あ、本当だ。わ、見れないね。いや、すごいね、ほんと。このプラモの量。やっぱ相当広がったんだね、これ自身。うわ、ショーケースが倒れちゃったもん。あ、危ないですよ。ねえ。こっち、あんまり。ショーケースが倒れてる。すごいね、ほんと内容もそうだけど、いろいろある。愛を感じるっすね、おもちゃ愛がね。ね、買い物しましたね。いや、買っちゃった。買っちゃいましたね。ワニワニパニック、ね、ワニワニパニックね。はい、何さっき言ってたのは 80cc の、あっちか、あれね、ノリガーみたいなね、マフラーが6本ぐらいついてる。これね、 80cc って言ってましたね。これね、これあれもすごいんですよ。
手にありますよね。ファミコンショップ、冒険島。目的地は左側です。これね、これ左ですね。お疲れ様でした。やってんのこれ。わかんない。やってんの。わかんない。閉まってる感じが。わかんないけど一応乗ってたんですよ。ほら。買い取ります。ファミコンショップ、リサイクルショップ。2月の休み。やってます。なんかこっちゃこっちゃですね。なんかちょっと降りてみます。今ねお店の人にお伺いしたんですけど、ファミコンは少しだけ残っていて、あのお店の中がね荒れちゃってるみたいですね。